こんばんは。9月16日水曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。中国は15日、海上打ち上げ型の運搬ロケット長征11号を使い、吉林1号高分031組衛星の打ち上げに成功しました。中国国家統計局は15日、8月の主要な経済指標を発表し、生産や消費などの指標はいずれも改善傾向にあるということです。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は14日夜、ドイツのメルケル首相、ミシェル欧州理事会議長、フォンデアライエン欧州委員長とテレビ会談を行いました。これを受けて外交部の王文賓報道官は、今回の会合は一連の重要な成果を収めたとしました。アメリカ税関国境保護局が強制労働の疑いがあるとして、中国関連企業の製品輸入禁止を発表し、外交部はこれを強く非難しました。以上が今日の主な内容です。中国は15日午前9時23分、公海海域で海上打ち上げ型の運搬ロケット長征11号を使い、ロケット1機に衛星9機を搭載した方式で吉林1号高分031組衛星を打ち上げ、予定の軌道に投入することに成功しました。この衛星は3機の動画衛星と6機のプッシュブルーム方式のスキャナが搭載された衛星からなっており、自然資源の探査、生態環境の観測、都市開発及び防災などの面で役割を果たし、政府と関係業界の利用者に高画質のリモートセンシング情報サービスを提供することになります。なお、長征シリーズ運搬ロケットの発射はこれで346回目となりました。中国国家統計局は15日、8月の主要な経済指標を発表し、生産や消費などの指標はいずれも改善傾向にあるということです。年間売上高2000万元以上の工業企業の付加価値額は前年比 5.6% 増え、伸び率は前の月より 0.8 ポイント上がりました。サービス業生産指数は前年比 4% 増を実現し、伸び率は前の月より 0.5 ポイント上がりました。8月の工業生産の回復が加速していることが示されています。消費では8月の社会消費財小売総額は前年比 0.5% 増の3兆3571億元に達し、今年初のプラス成長に転じました。通信、化粧品、宝石、自動車などの販売は回復し続けており、特にネット通販による販売が好調を維持しているということです。8月の全国都市部調査失業率は 5.6% で、前の月より0.1ポイント下がりました。全国企業就業者の週平均労働時間は 46.8 時間で、7月と同じ水準でした。雇用状況が全体的に安定しているという結果でした。続いてトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は14日夜、ドイツのメルケル首相、ミシェル欧州理事会議長、フォンデアライエン欧州委員長とテレビ会談を行いました。これを受けて外交部の王文賓報道官は15日の記者会見で、今回の会合で以下の4つの成果を収めたとしています。第一に、中国と欧州が調印した中央地理標識協定は、双方が多国間貿易体制へのサポートの承諾を表していること。第二に、中央投資協定の交渉が重要な進展を遂げ、年内に交渉を終えたいという政治的決意を重ねて表明したこと。第三に、中央が環境と気候、デジタル分野でのハイレベル対話メカニズムを構築し、中央のグリーンパートナー、デジタルパートナーシップ作りで合意したこと。第4に、多国間主義を支持し、世界のコロナ対応での協力を強化させ、
連携して世界経済の回復を促進していくことです。アメリカ税関国境保護局が強制労働の疑いがあるという理由で中国の企業5社と製造メーカー1社からの製品輸入を禁止すると発表しました。これを受けて外交部の王文賓報道官は15日の記者会見で、アメリカが言うところの強制労働を口実にした中国の関連企業に対する制限措置は国際貿易規則に違反し、世界の産業チェーン、サプライチェーン、バリューチェーンを破壊する露骨ないじめ行為であると強く反発しました。香港市民を対象にした大規模な PCR 検査が14日に無事終了し、およそ178万3千人が検査を受けたということです。大陸から派遣されたPCR 検査支援チームに謝意を伝えるため、香港政府による送別会が15日に行われました。香港特別行政区の林鄭月娥行政長官は挨拶し、検査の実施により、コミュニティでの感染経路が断ち切られただけでなく、香港政府が感染症をよりよく把握できるようになった。香港の人々が通常の生活に戻れるという自信を取り戻したと述べました。重慶市人民政府工業情報科部国家発展改革委員会科学技術部などが共催する2020年オンライン中国国際スマート産業博覧会が15日重慶市で開幕しました。この博覧会は551社がオンラインで出展しており、 5G、ブロックチェーン、産業用インターネットなど最先端の分野における最新成果を展示しています。以上、今日のニュースをミンヒョウがお伝えしました。